スリランカ国立病院は、スリランカの最大都市コロンボにある国立病院。1864年に総合病院として設立された。2010年時点の病床数は3246床。集中治療室18、手術室21、1500名、職員7500名を要する。1ヶ月あたり約5000件の手術を行い、 年間で延べ200万人以上の患者が訪れる。36エーカーの敷地内には、歯科大学、マリガワット腎臓病院、看護学校、後期看護学校、理学療法学校、放射線治療学校、コロンボ大学医学部などがある。1817年、病院観察長官代理、チャールズ・ファレルが、正論総督、ロバート・ブラウンリグに病院不足を訴えた。 それを受けて1819年、コロンボ発の近代的な病院が、ペター地区、プリンスストリートに設立された。当初の病床数は100床であったが、病床数不足で、病院は常に混雑していた。そのため、別の場所に32エーカーの敷地を有する、新病院を設立することが決まった。当時の総督ヘンリー・ジョージ・ウォードは、新病院設立の、 ために3000ポンドの予算をつけた。そして1864年、200床の新総合病院が開設した。会員当初、新病院には21の大型病室があった。1870年には、コロンボ医科学校が婦人科手術病棟に設立された。75年には、ムダディアール、サムソンラージャパクサが現在コロンボ大学院学部が位置する3エーカー半の土地を寄付した。 この病院は1878年に正論で初めて女性看護師を雇用した。また、財政難のために現地で看護師の採用ができなかったため、1886年から1964年までカトリックの修道所が病院で働いていた。1885年時点で大型病室22、病床212、医療施設112、 手術設備100を有しており、1894年までに大型病室24、病床280を有するようになった。病院が位置していたロンデンプレイスは1900年にカンシーロードに改名した。またビクトリア記念胸が1903年、ホワイトハウスが1904年にそれぞれ完成した。また、外来部門が1910年に初めて創設された。 その後、患者の増加に伴って、北部のラーガマに、高齢者と慢性期患者のための別館が開設されたが、1912年のコレラ大流行によって患者は元の本館に戻された。その後、1918年10月に、総督ウィリアム・マニングが商業旨を開設した。また、好きな記念病棟とそれに隣接するグナナセカラン病棟が1924年に、 完成した。これら二つの病棟は現在第16病棟として知られている。理学療法、リウマチユニットは1920年代に設置された。また、敷地内にあった民家を改装して1925年に歯科病院が開設され、放射線ユニットが翌年の1926年に事務旨に開設された。1938年には、 カトリック修道所の看護師のためにマーク記念病棟が開設され、1941年にはキリスト教聖職者のためのクーダート記念病棟が開設された。1939年には小児科、整形外科用のカーン記念病棟が開設された。さらに同年5月9日にはコロンボ看護学校が創設された。1942年に 正論大学が創設された際には大学病院に指定された。マ、ま、タパン病棟などの有料診療を行う病棟は1943年に開設された。1952年には調理室と胸部外科が入居する病棟が完成。病院最初の開胸手術は1955年に実施された。同年には心電図モニターも導入された。 1957年には、大学付属の理学療法学校、放射線療法学校の2校が開校した。翌年2月2日には、ソロモン・バンダラナイケ首相によって、バンダラナイケムネが開設された。また、1965年には、眼科病院が新設され、2年後の1月1日には、ダッドリー・セーナーナーヤカ首相主導で眼科が入っていた、ビクトリア記念病棟に、 救急救命室が開設された。また、1968年6月16日には、厚生大臣 EL セーナーナーヤカの主導で正論発の集中治療室が手術旨に開設された。また、60年代後半には、精神科病棟が開設した。また、1970年には、形成外科が第4病棟に導入された。 また、心臓ケアユニットも73年に開設された。また、74年10月28日には、熱症ユニットも開設された。1979年、フィンランド政府は、費用の85%を負担して、総合病院の刷新を行うことをスリランカ政府と合意した。その結果、救急救命室、整形外科、心的外傷ユニットが改善され、 トレーニングユニットと選択室、葬儀場が新設された。また1987年5月6日には、腎臓移植ユニットが開設された。さらに1991年3月15日には、ラナシンハ・プレマダーサ大統領主導で、新しい救急救命室が開設された。95年2月1日には、チャンドリカクマーラトゥンガ大統領の下で医療旨が開設され、 96年1月31日のスリランカ中央銀行爆破事件の際には1200名の被害者を治療した。2011年3月31日にはサウジアラビア政府の資金によってマヒンダナアジャパクサ大統領のもとで新的外傷ユニットが新設され、2013年には第3医療旨を開設した。公式サイトで専門医がいるとされる科目は、 以下の通り、ありがとうございます。